ジョージ・シー・イーグマンはアメリカ合衆国の俳優、映画監督である。クレジットにはジョージ・ A ・シー・イグマンとされることもあった。1882年2月8日、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。1909年、アメリカン・ミュート・スコープ・バイオグラフに俳優として入社、D.W. グリフィス監督の短編映画コンフィデンス等に出演して、 映画俳優としてのキャリアを開始する。1915年には、ヒズレッスンを監督して監督業にも進出する。1917年には、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーの子会社、ブルーバード映画で、カーメル・マイヤーズを主演に、知らぬ妻を監督し、同作は日本でも公開された。1919年に監督した、戦慄を最後に監督業を廃業。 俳優業に専念した。1927年、モードダービーと結婚する。1928年6月22日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで悪性貧血のために死去した。毎46歳没。同州イーストロサンゼルスのカルバリー墓地に眠る。特筆のないものは出演作である。ありがとうございます。